よろちきラジオ62回目かな。お願いします。お願いします。62ですか。ちょっとネタ番組の収録の後なんで、はい、こんな感じの格好ですけど ね、はい、まあまあ昨日からなんかちょっと昨日ちょっとその YouTube 撮ってまして、ほんでちょっとラジオも撮る予定やったけど、うん、なんかちょっと時間が足りなくて、はい、今日撮るっていう風にねちょっと言ってまして、うんうん、で今撮ってるんですけども、はい、さっきなんか今日撮るなあかん、明日じゃあかん、今日ラジオ撮るなあかんかなって言ってたけどさ、うん、なんでなえ、あ、俺は昨日言ってたやん、この時間撮ろうって言ってたら、うん、今日撮らなあかん。そんな言い方してないやん。明日やん、明日じゃあ。だけど。そんなふてこい言い方してないやん。あ、なんでな。ええー、してないやん、そんな言い方。ええー、なんで、その今日じゃなくて明日が良かったんかなって、単純にね。ああ、普通に眉毛カット行こう。大会に向けて。大会に向けてというか、整えなあかんから、今日は美容院行ってきたんですけど。明日ロケあるしな、ほんでちょっと。そう、眉毛カットに行こうかなと思っただけやけど。で、全然、無理やった。今日、ドラマ、明日の間でよくない、うん、そんな言い方してない。眉毛カットしたいやん。どこ誇張してんの。眉毛カットしただけでそんなやめてな。眉毛カットにしようかなと思ったけど、まあまあいいやと思って、別に。無理やったら、っていうね。なるほど。うん、まあ行けるんであればぐらいの、うん、なるほど。午前中はねジムやったの。今日は ジムじゃなかった、美容院行ってきました、うん、はい。整えてるね。あ、まあ大会に向けてね、やっぱり髪の毛も審査に入るから、綺麗、うん、にね、うん、小顔に見えた方がいいらしいんで。そうなんや、はい、面白いやん。そういうのあるみたいです。なるほどね。うん、面白いやんってね。はい、ちょっと今僕のスマホで撮ってますんで、うん、1週間ちょっと振り返れないんですけど、奈々さん振り返ってもらっていいですか。1週間ハラちゃんと最後撮ったのがあれか。ラジオ的にはルミネの合間ね。うん、ハラちゃん面白かった。そうそう、でもそれこそね、うん、鬼越さんのね、うん、チャンネル行ってなんか倒れたっつってな。うんうん、うん、もうね、なんかそのコラボする予定やったんですけど、はいはい、もうちょっと危ないわそれっつって、はいはい、ね、SNS にもね酒井さん載してましたけど、うん、結局粗品が駆けつけてくれたっつって、うん、ライブ終わり、うん、いやほんまだから怖いな、なんか暑いしさ。いやほんまにだから、うん、びっくりしたもんな、マジで、うん、俺最初ドッキリかなって。俺も思った。うん、でもなんかその様子がさ、うんうん、ちゃいすぎて、うんうんうん、うん、なんかまあまあほんまもう無事でよかったけど、うんうんうん、酒井さんもなんかそのいつもの酒井さんじゃないというか、はいはいはい、俺ドッキリ仕掛けてる感じなんかなと思ったけど、うんうん、なんかマジの、はいはいはい、うん、まあでもほんまよかったけどね。もうやっぱ大変やから今、うん、だからナダルさんの、うん、ナダルの反省、うん、お知ろうっていうのはちょっと引き伸ばしに、うん、俺の反省ええやろ。俺結構ほんまに俺の反省知りたい人は本出しましたんで、いい人でいる必要なんてないって本。こんなタレントみたいな宣伝の仕方、うんうん、綺麗な流れの、うん、ありますんでね、よかったら。それもうそこでもうほぼ喋ってますんで、うん、あれぞ反省。全然いいんですけど、鬼越さんのチャンネルでも言われてるんで別に喋りますけど、はいはい、ほぼ喋ってるのは内容しかないですよ、うん、めっちゃ喋ってるわ俺反省。反省喋る機会多いよ。多いね、やっぱり。西戸が逆にあんまないから、まあ俺なかったんで、うん、まあ鬼越さんのチャンネルでね、あそこまで喋ったのまあ初めてぐらいちゃうかな。うん、まあまあそれよかったら見てください。まあまあそんなんもありまして、はいはいはい、でまあそうか、大変なロケとかあったんやな。だからその、うんうん、DMMTV、 ああはいはい、はい、うん、でなんかちょっとね、うん、まあそれもまあちょっと解禁されてから言いますけど、とにかく過酷なロケがあって、うんうんうん、でまあ西野も一緒に途中から参加して、はいはいはい、っていう流れでそのままちょっと工場委員会みたいな、ああそうね、うん、うんうん、で流れがあったんですけども、はいはいはい、そのなんやそのもうとにかく俺ちょっと苛立っててんよ軽く。なんか最近ちょっとあかんねん、なんか苛立ってまう、うん、何にジジイなんかもしれんけど。ああ、ジジイな。うん、なんかもう今の格好とぴったりやな。上下するって。やばいよな、今のこの格好。うんうん、お前、バチバチ、働いてるビジネスマンの弟で、ニートのお兄ちゃんみたいな。そういうチャンネルみたいな。お兄ちゃん、そろそろ働いたらどうやみたいな。
今回の企画あの引きこもりのお兄ちゃんを連れ出しに来たみたいな、ビジネスの面白さを弟に教えてもらうみたいな、みたいなチャンネルみたいになってるけど、うん、似合うのこの上下スウェットがえ、それは何、どういうあれなの、それは家族とはうまくいってるでしょ、うん、ああ、いやなんかな、とにかくもうしんどいことがうっとしくなってきたのよ。あ、昨日も黒ナダル収録やったんですけど、はい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 、2時間押してん、おう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 、でなんかそんなにあの告知とかちょっとお願いしますって時に、うん、でまあ飛ぶやん告知とか、うんうん、別に飛んねんけど、うん、その後にもう一本すまんね告知って言った時に、あーみたいな顔してもて、うんうん、嫌な顔しないって言う、誰にスタッフ、スタッフに言われた、みんな一緒って言ったら、ほんまに怒られてるやん、みんな一緒はもうみんなほんまに思ってる、みんなそりゃそうやな、そりゃそう、みんな前で早く帰りたいけど、まあそれみんないいもの作ろうとして押してるわけですから、それ俺がで、クロちゃんとかも、そのなんか、ナダル、ちゃんとするしんよ、とか。いや、フォローさんって。で、そのちゃんとするしんよ、しんってなんやねん、とか思った。あ、いやいや、しんってなんやねん、するしんよ、いやいや、もう。注意されてねえけど、しんついてんな、とか。意味わからんけど、それはもう、お前から。ちゃんとするしん、とか言って、うん。注意されてねえけど、しんついてんな、とか、いろいろ。いやいやいや、しんついてんな。クロちゃんに芯ついてんなぁ、もう、末期やねん。もうなんかいろいろ、それこそ。ああ、気になるというか、苛立つんや。まあ、それこそね、あの、また来てくれたんですけど、以前が。ああ、以前ちゃんね。以前もなんか、素晴らしいですよね、以前。遅いなぁとか、以前がもう、ね、準備めっちゃ遅い、こいつ女やなぁとか。うん、よくないであれ、お前とか。あの、後輩の女芸人に、お前、その、お前ってあんまよくない。それ、誰に対して。でもさ、だってもう先輩の YouTube 何も遅いな、これ。でも今、理由聞いたらさ、なんかめっちゃ研究とか、忙しいなんか来てくれて。まあ、東大ですからね。うん、もう、わかんねんけど、そうやって最初にラジオ撮りたいな、と。あ、もう、だから全部に苛立ちが、ちょっと。なんかもう、出てくんねや。じじいなんや。じじい。ああ。なんかいろいろちょっと今、ほんであと、その、うん、幼稚園の面接とかもちょっと近いからさ、ドキドキもしてるわけよ。なんかこう、切羽詰まってんのか。そうそう、なんか、その、娘の一大事にちゃんと喋らなかった。はいはいはい、はい。いろんな状況がある中で、なんか忙しい状況。ほんで、また今度こんなフジテレビで文句言うのあれやけど、うん、27時間テレビもしんどいぞ、お前。うん、いや、そう、フジテレビの楽屋でよう言うな。フジテレビですよ、ここ。朝5時ぐらいまでやらなかったよ、俺夜、まあ、夜から。そうやね。しんどいぞ、お前それ。しんどいぞって言うけど、まあ。まあまあな。それこの前、朝までやって寝ずにやって、そのまま俺、お前の大会で声出して応援せなかったから、うん、それも俺多分分からへんけど、叩かれるぞ、俺なんか。あの、俺。大丈夫だよ。お前、だって、あれ、みんな結構ガチのあれやろ、うん、腹筋立ちこうみたいなんで。ああ、そう、ね。ふざけてるようで、うん、マジの応援やんか。まあ、でも、そうね。まあまあ、おふざけ。テレビのカメラ入って、なんか、なんだろう、おちゃらけに来たんかいっていうのではないかな。うん、なんか、そう、そういうふうにならんようにせなあかん。みんなやっぱ、こう、体作りで必死にやってきて。お前からしてもだってさ、もうお前、うん、いや、実際マジでやってる当事者や。うんうんうん。な。だから、そんなふざけたやつが入ってきた時っていう感覚。だからね、うん、ほら、たまにさ、一般人がさ、うん、感動の結婚式の時になんか水差すボケとかするやん。うん、ああ、おもろいよな、あれ、うん。あれおもろいんや。あれおもろいんやったらおもろいと思う。あの、なんか、うわ、あかん、今ちゃう、今ちゃうって感じになっちゃう。あ、そっちタイプ？そう、俺がというかみんな、多分その大会では。引きこもり長いから分からへん。その辺の感どんだけこもってんねん。何年こもってんねん。まあでも、中でも、その、APF って大会出るんですけど、APF って大会は結構お祭り寄りの、なんか、みんなで、フェスみたいな。ただまあ、しっかり真面目にはやりますけども、あの、撮影とかバンバンしちゃっていいような、感じの大会なんで、まあまあ、でも盛り上がってますよ。あ、ほんなら結構その、なんていうの、あんま、案外そういう、大丈夫、ふざけてもちょっとだけ大丈夫みたいな。まあまあ気にしすぎんでいいと思う。あ、そうなんや。だから掛け声とかやってくれるでしょ多分、うん、だからその練習とかしてくれてんの、その掛け声もうアドリブ、まあ、アドリブよ。ああ、なるほどね、うん、そこに時間割く余裕はないよ。なるほど、ね、こうやってポーズを俺が取ってった時に、うん、なんか結構ワードがすごいらしい、みんな、うん、あの、お、筋肉のインベーダーゲームかみたいな、迫りくるとか、うん、うん、なんか背中になんか、イオン立てれんぞとか、なんか、そういう、なんていうの、でかいっていう意味でね、うまいこと言うみたいな。くっろえ、くっろって言った
肌いや違う違う違う聞き取りにくいもあるし黒って終わりって細っ、うん、もうあかんで、ね、ほんまにほんまによくないいらーって俺だけじゃなくて周りがするから、うん、頑張って細っってねじろん最近やっぱ思うの後ろから見たら細いなこいついやあかんで、ね、細って頑張ってんねみたいなことやなだから今カリカリやねんけど今ほんまに、うん、あの一番カリカリの時期やねんこっからね19日にだからこのオンエアの次の日にめちゃめちゃカーボンアップってて、うん、一応米取れるだからね、でもちバキってでかくなるねでかなんねん、多分、うん、でも、うん、そのほんまに俺も分かってほしいんだけど俺24時間テレ、7時間テレビ、うんうん、ずっと俺朝までやねや、うん、朝まででその寝ずにそのまま大会向かなかったのはぁ、うん、その状態でさ、うん、その俺の声援のキレがなくて、うん、もう怒られるとかだと俺発狂してまうの意味わからなくてちょっと感情をできるだけあのおかんとかも来るからあのあとなんかさっきマネージャー宮下ちゃんが連絡来たけど、うん、ロケ車が出るみたいで、うん、まあ移動な、うん、会場までのあの奈々さん俺のおかんと一緒みたいから何がな俺車で行くってだからえでもなんか書いてあったでいやだって俺自走やもんそれああ嫌ってことかごめんごめんめっちゃ嫌なかもしれない嫌っていうかちょっと気使うわ俺そのなんかめっちゃ労働した後に相方のおかんに気使って喋る記憶もないと思うからだからおかんと俺の家族奥さん息子、うん、でお前あんまやめろよ、うん、俺見てはんやろ結構これ見てはるよ、うん、あ嫌なんやとそのこれお母さんちょっとあのえ分かってほしいその僕がなんか言う前のふりしてのこいつなんでねいやいやいいって顔がもういいってなってたから嫌なんやとかあのやめなさいよほんと俺ら疲れてほんでそれこそね疲れてる話で言いますとはい、はい、だから俺だからそのたまたまのロケの時に村上さんが、うん、千鶴のねあ、はい、たまたま渋谷おってんでああはいはいはい、うん、お疲れ様って写真さ、うん、あん時のか、うん、はいはいはいもう顔顔死んでるやんほんで、うん、奈々さんの顔を写した写真が送られてきてたまたま撮ったんだよ、うん、なんか顔死んでたぞって、うん、顔死んでたぞってでその顔出てすいませんみたいな、うん、すごく怖かったです、うんあと西野と関町さんがマルコポロリで村上さんの話勝手にしてすいませんでした、うん、僕は何も話してないですうんうんチロッちょっと酔っ払ってるのかもしれないチロッとネットニュース見たようんチロッとちょっとおかしいよふざけんなよっつってうんうん、なんか裁判の準備してるらしいからなんて裁判いやでももう仕方ないよなしずるの村上さんの話結構出てたしなんか一番叩かれてるとか言ってまあまあね、うんうんまあ、もうちょっとやねでも大会までそうですよ、うん、もう、うん、よかった本当にね支障きたしまくってるんで本当によかったよ支障きたしたねね自分でも分かるぐらいの、うん、いやまああのーうん、特に後半1週間、うん、ろれつが回らん、うん、ほんまに限界でも何でしょ もうこんな経験することないんでまあ誇らしくは思ってます。青春、まあ、そうなんや、うん、だからまあ僕のわがままで付き合ってくれてありがたかったです周りの人も、うん、いろんな方に協力してもらった、うん、やっぱ仕事にやっぱ支障をきたしまくってたからやっぱ本業おろそかにするってやっぱ一番ないことですからねいやよかったです本当にもうこれで終わりということでちょっとピリッとしましたけど、うん、なんかねあのやめてなあのなんか漫才中にさあのナダルさんにとって台本とはっていうそのくだりがあって、台本についてなんか一言言うみたいな、うん、あの時になんかナダルさんにとってハンバーガーとはって言って俺にハンバーガーの俺にとってのハンバーガーの理由言わすのやめてなハンバーガーハンバーガーですかハンバーガーうん気楽に食べれて美味しいあの俺やばいみたいになるから、うん、お前の横で俺やばいみたいにするのやめろよいやいや謝ったよねだからハンバーガーって言ってもお前の台本って言わなあかんとこハンバーガーお前がやばいっていう感じになってるところでやっぱいつものお前の悪い癖でな、うん、その俺が悪い方俺の方がやばいぞみたいな感じの流れにして俺激ヤバみたいな流れにするのやめろよお前が今負けたらええねじゃあネタやんあれは
ネタやからさ、お前ミスったごめんも言われへん。だからもう変な感じになったらいいんで別に。だから俺がハンバーガーとまあ美味しい。ナダルさんにとってハンバーガーとはってやめてな、ほんまそのなんかしばらーく回っとってなんかやばいなって思わせながら違うワード出してくる。いや申し訳ないけど、ほんまになんかしらにハンバーガーが出たよ。いやもう本当にもうお願いしますよ、ね、だからもうやっぱね、こっちもやっぱそのネタはちゃんと受けたいわけです。そうですね、まあ、ちゃんとやってるわけですから、うん、一生懸命ねちょっとやってるわけですけども、うんうんうん、ついついなんかその言っちゃうんですよ。俺もなんかその疲れたま抜けへんとかからかは知らんけど、なんか俺受けへんかった最近ね、うん、もうちょっと笑えますかとかお客さんにね、ちゃもし笑えるとか、あれダサいよな、うんうん、あどうしたどうしたとかって、お客さん変な客と、うん、変な客って、うん、まあ言うんですけど、ね、うん、言ってるね、最近なんかまあ営業とかでは、まあ、うんうん、なんで笑わへんのまあ多分面白くないから笑ってないんですけど、いやそれもうそれに尽きるよ。ただね、この僕は、うん、その言ってるんです、そのお客の前で。まあちょっとまあエンタメエンタメなんですけど、うん、この前ガチでマジかって思ったことあって、なんかとある先輩というか、はい、まあ M1 チャンピオンなんですよ。 M1 チャンピオン、はい、じゃあもう寄せとかも絶対に安定の、ね、抜群におもろいんですよ、はいはいはい、まあ、一回おもろいんですけど、その時はちょっとなんか重かったというか、あ、うん、僕らもまあちょっとまあそんなめっちゃ受けてるわけでもないけど、まあまあぐらいの、まあそういう日はあるよ、うん、でその時にまあ僕らでも俺は何気なくそれ見てたのよ、うん、だからその、まあ、なんかあんま受けてへんなぐらいの、まあまあまあ、先輩がね、はい、あんま受けてへんなって、まあまあでもまあ今日重いしなって思ってたら、うん、どうもありがとうございましたーっつって戻ってきた瞬間になんか、うん、ジャケットに脱ぎ出して、うん、あ、まあちょっとホテったんかなと思ったら、そのジャケットバーって脱いだら、ジャケットそのままバーンって床に叩きつけたの。え？何してんのと思ったら、うん、笑う客用意しとけよえ？だよ俺笑う客用意しとけってってこうやってやってて、ダッサいなぁ。トレンディエンジェルの斉藤さんなんです。やめたれや、やめたれや、ダサすぎるからほんまにほんまにダサいわその話マジで笑う客用意しとけよ。いやせめてなんか笑う客来ないのって舞台上でなんか袖に確認するとか、笑い客用意しとけよって言うとか、その舞台上でな、はけてから誰も見たいところで笑う客用意しとけよってもうダサ丸めて何すんやと思ったら叩きつけた。まずこうやってジャケット、まあ、漫才終わったらすぐジャケット脱ぐ人と、うん、おるから、うん、はい、脱いで、脱がはった、めずでも斉藤さんのそれあんま見えへんから、まあまあ、グルって、まあ、床に叩きつけた時点で結構びっくりしたよ、うん、で笑う客用意しとけよってやばい。だからそのダッサいな。二段階驚きという、二段階説みたいな二段階驚き、いや驚いたね。いや高橋さんとかもうどう思ってんのよその時も、キャラをとしながら高橋さんは左右見てる、うん、あーめっちゃおもろいな斉藤さん。で高橋さんも変な振りめっちゃするからさ、あ高橋さん見てたけど、うん、あれはちょっとあの振りむちゃくちゃだわ、うん、いろんなもの、斉藤さんと今ちょっと俺状況似てるかも、いろんなものに綺麗散らかす、なるほどな、うん、若干似てんのかな斉藤さんとな、うん、やっぱ2015年のチャンピオン同士だから、ああ、そういう時期なのかも、そういう時期なのかもな、うん、優勝からの9年目、うん、高橋さんもやっぱ無茶ぶり、やっぱりその、うん、ありえへん無茶ぶりした時あったしなあるある、斉藤さんなの江頭さんじゃないのってよくあるけど、うん、あそこの部分で斉藤さんなのマジカルラブリーじゃないのって言われた時に斉藤さんがおむきなんだよそれこうやってめっちゃ滑って袖はけた時に、うん、やばかったけどな。マジカル、え、斉藤さんじゃないの、舞の海じゃないの、舞の海じゃあそこ高橋さんの気分次第らしいから、舞の海、うん、舞の海って何をどうだったら舞の海表現できる、うん、CM とかあのなんどうやったんやろ、いいわまあね、ちょっとそれはもうまあ荒ぶるんは仕方ないですけどね、ちょっとお客さんに当たるのだけやめましょう。ちょっとね、ほんまに、うん、笑えよとか意味わからない、やっぱ芸人ですから、お金払ってるからね、お金払ってるし、うん、できればね、やっぱプライベートでも、うん、なんか常にやっぱね、なんかその振られたこと、やっぱ芸人ってやっぱマジになったらあかんと思うね。ああ。こんなこと言われても、やっぱそれをよく言ってるからね。マジになったら終わり。マジになったら終わり。最近お前マジになってるから気ぃつけろよ、お前。え？
コンコさん、カリカリやないかお前って言われて、いやカリカリじゃないっすよって言われて、コンコさんに、いや、ほんのルミネ学園のお前、いや、カリカリガリやないかお前、うんうん、カリガリじゃないっすよって言われて、地獄やただでさえマルコポロリで目をかけてるわけですから。いや、まあまあまあね。うん、はい。まあ、工場委員会とかもありましたもんね。工場委員会もね。うん、工場委員会もいろいろね、うん、ありましたけど。声出てなかったですけど、ね。声出てなかった。まあ、とにかく収録自体はめっちゃおもろかったですけど。うん。うん、ぜひ見てほしいなと思いますけど、ね。言うてる間に放送かな。そうやな。工場委員会、この、またクレーマーとしてコンビ出ましたんで。しんいちさんも面白いな、やっぱ。面白いな。うん、すごいわ、あの人。新質さんってやっぱすごいって思うよな。あんま言われてないから言っとこうと思うけど、いやすごいと思うよ。何がすごい？いや振り切ってる。ああ、うん、やっぱ覚悟が見える ね、 なんかね、うん、あれで行こうという、うんうん、中途半端じゃない。じゃあメールいきますよ、はい。なんかいろいろ来てますけど、いつから読んでないんかな。だから原ちゃんが、うん、あすごいよ、うん、ラジオネーム、にっしゃん頑張れ、西野さん、奈良さん、こんばんみ。ハラちゃん出てくれて嬉しかったので、準レギュラーとしてコロチキの YouTube にまた出てほしいです。ハラちゃんを知れば知るほど好きになるんです。どんどん可愛く見えてくるし、面白いし、話し方も好きだし、衣装も似合ってて可愛かった。そして実はエロいんです。ハラちゃんはそんな武器を持ってます。ハラちゃん準レギュラーだと女性視聴者増えると思うんだよなーっていうアドバイスをいただきましたけど、うん、どうですか？いや、ハラちゃんはもう、それはもう抜群に面白いですから。うんうんうん。そんな伝わりづらいんですけど、伝わったらもう最強ぐらい面白い。いや、やばい、めっちゃ面白いな。めっちゃ面白い。花ちゃんと川瀬がもうやっぱマジでずっと面白い。すごい二人。あんま見、なんかなんていうんですかね、令和の時代になくなった掛け合いが見れるんです。はい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 。もうね、もう誰もやってないのが。うん。もう昭和の方の漫才師。うん。俺もちょっと、女が、とかは言うんですけど、うんうん、そのレベルじゃないんです。レベルじゃないね。ああ、うん、女と話でえへんねん。あかんけど。よう言うけど、ね、そんな。川瀬やっぱすごいね。もうやっぱもう M1 っていう一点集中なんで、はい、別にテレビがどうこうとかも、ま、何にも思ってない、うん。すごいっす、やっぱ。いやー、生き切ってるね。面白いですね、うん。マジであいつがテレビにシフトチェンジしたら、マジめっちゃすごいと思うけどな。いや、引っ張りだこやろな。うん、おもろすぎるから。おもろすぎるからな。そこはやってないだけで、ね。ユニバースはほんまに面白い。誇らしい同期ですよね。はい、続いてラジオネーム、一生バイトしてる無名中年舞台役所 AKA 社会の末端のしがない低賃金労働者。しがないな。しがないなやないで、うん、なんか言ったれよ、うん、なんかそんなことないよとか、うん、ポテト不死鳥が営む喫茶店の作家さん、ヤッホーだいぶ昔からしてくださってる。だいぶ昔やね、うん、俺が作ってた偽やかね、不死鳥が営む喫茶店のこと知ってるやつあんまおれへんよ、うん、先週はメールを初めて読んでもらえてとても嬉しくてご機嫌です、うん、最近とてもへこむことがあったのですが、少し元気が湧いてきました。僕がへこんだ話聞いてくれませんか？聞きたないな。聞きますか？いや、やめとこう。やめとこうの、うん、やめときますか、うん、こんな書いてくれてるけど、いや、もう読めない。お金の話ですよ、うん、8年ほど前に自分への投資として借金をこしらえ、うんうん、総額80万ほどかけて乗馬を習いました。あら、いつか撮影で役に立てばという魂胆です。まあまあ俳優さんやから、80万もかかるの乗馬って。なあ、馬に乗れるということで、一昨年オーディションに受かり、一言だけの役ですが役をいただき、よかったよかった。7月12日公開のキングダム、大将軍の帰還に出演しています。めっちゃええやん。すごいな。うん、うん、バイトをしながらマスメディアには一切出ていない自称役者たちが集う舞台に出ていただけであったので、うん、あ、自称役者たちが集う舞台にしか出てなかったので、うん、これは田舎の母にいい報告ができると思いました、うん、しかし試写会に行くとスクリーンの試写会に行くとスクリーンの左下の左下にわずか 0.5 秒、私の後頭部が映っただけではありませんか、映っただけではありませんか。私はスクリーンを睨みつけました。ホワイホワイスクリーン、厚切りシーソー出てきた、厚切りシーソー、ホワイホワイって言ってます。なぜ、セリフはしっかり入っており、
エンドロール、エンドロールにも名前があったのですが、映画を見、映画を見ても母は私だと認知、認知できないでしょう。とても出演し、とても出演しているなどと、田舎の母に報告などできない、そう思いました。私は誰とも目を合わさず試写会を駆け抜けました、ね、悔しい。私はこのまま誰の記憶にもの残らず死んでいくのですね。お二人はマスメディアに出ていて似たような悔しい思いをしたことありますか？参考までに聞かせていただきたいな。悔しい思いを、昇進するために、あ、悔しい思いをなくすためにヨロチキラジオを聞き、今日もまたカビまみれの部屋で一人夜を越すのです。ああ、無情。うん、おっさんっぽいな。ああ、おもろ。ああ、久々にこんな笑ったメールで、めっちゃおもろいな、うん、めっちゃおもろい。ああ、ありがとうございます。ほんまに笑かしてもらいました。ああ、面白い。だからいろんなことがね、うん、80万かけてるのが全部はい面白くなってくると言いますか、哀愁ですね。やっぱでもやっぱ自分やなって思うのがね、やっぱ自分のことやると、やっぱその自分はここら辺に立てたとか、うん、ね、全部自分は分かってるわけ。そうですね。この後部見覚えるな、俺やなっていう、なんか全部ね、うん、やっぱり染み渡りますね、この話は。左下にわずか 0.5 秒後頭部が映っただけではありませんか。怖い。それで言うとですけど、何個もありますよ、そんな。はい、それあるある。俺、ワンピースの声優もさせていただいたことあるんで。ああ、そうね。で、やっぱ、キングオブコント優勝したから、やっぱ俺の声とかも特徴あるってずっと言われたから、うん、いい役もらえんねやろうなと思ってて、うん、ケンコバさんとかもその時、はいはい、一緒やって、はい、うわぁ、俺どんな役なんやろって思って言ったら、うん、その、ブルックっていう骨のやつがいるんですよ。はい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 、ブルックが、なんか、ほほほほほほとか言いながら、うん、歩いた時に、なんか、シャッシャッで、付き合ってくる白い猿おるんですよ。白い猿。で、その猿がブルックを攻撃するんですけど、一瞬でブルックに切られて死ぬ猿の役やったんですよ、うん。はいはい。ね、うん。その猿が、なんていうか、その、一瞬、いやーってほんまにその、叫び声を上げるだけなのよ。うん。だから、これだけってまず思うわけですよね。はいはい。これだけって思って、ほんで、その、まあでも、せっかく俺って、その言ってくれたわけですから。ナダル抜擢。うん。なるべく自分っぽさというか、うん、出すというか。まあね。いきなりだけに、ウッギーとか、はいはい、ウッギーとか、なんか、ナダルっぽさ。俺っぽさというか、出してずっと、あ、ちょ、もうちょっと、激しめで、ウッギーとか言ったら、うん、階段、さあ、監督降りてきて、なんでですか？ちゃんとやりましょう。ちゃんとしましょう、これ。切られて、そんな声出ますかね。ピコーだと俺もそのなんかさ、出たての、うん。いや、だから、ほんまに、ちゃんとしたかったよ。そうだ、ちゃんとしたいし、だから、言うたら、そのなんか、そういう枠、なんか芸人でこんな出てますよって話題作り、みたいな感じだったよ。だから俺もほんまに、パカーンって切るけど。出したことない。誰でもいい。絶対ナダルじゃなくていい。そうそう、そんなんもだからいい。ありますからね。でもそうそう、それ、俺でもそれもきつかったですけど、うんうん、でもなんか、言うと、オカリナさんもおったのよ。あー、はい。オカリナさんどんな役やってんのと思ったら、オカリナさんは、13匹おる亀軍団の中の1匹で、ウィー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 とかってみんな言ってたから1匹やから。全然意味ないもん。そんなめっちゃありますよ。なんかありましたか、西野、そういうので言うと。いや、なんかありましたか。まあまあ、よくあるのは、うん、まあ、よくあるのはっていうか、ラビットとかね。ほほ、ラビットとかで言うと、すごい川を下るってやつで、めっちゃ高いとこからジャンプするみたいな。はいはいはい、で、俺は結構みんながビビってた周り、うん、ミキさんとか、うん、いろいろね、うん、一緒に飛んでたか岡田優ちゃんとかいて、うんうん、怖い怖いみたいなって時に俺が俺じゃあ一発目行きますってザボーンとお前すごいなみたいなあって、それがでロケ終了して後日オンエアってなった時に、まあ、スタジオでみんな見守るみたいな。で、一行はこの崖から飛べるのかみたいな、水のなんか深いところにみたいな。で、昴生さんが行くでーとかって飛んでて、うわーみたいな、うわーって見ながら、あれまあいいやと思って、ゆいちゃんうわーみたいな、でみんな汗とかバーっと飛んでて、で最後まで見たんやけど、なんか知らんけど俺が飛んだとこだけカットされて
だから俺飛んでなかったよ。そのオンエア上では誰よりも早く飛んでる。なんか濡れててん、その次のシーンだったら。なんか西野濡れてるって。でも俺もそれ俺しか気づいてない、多分。なんか西野濡れてるとかも。でなんか誰もいじってないでしょ、ほんとスタジオの西野はみたいなも誰も言ってないし、どうしようこれみたいな、言ってもしゃあないぐらいのことやなみたいな。まあでも今回でも勇気言って、うん、振り絞った方がいいよ。振り絞って言ったよ、うん、エンディングで、うん、ちょっと僕気づいたんですけど、僕だけ飛んでないことになってたんですけど、スタッフさんどうなってるんですかみたいな。みたいな。なんかあんま受けず、みたいな。なんかほんまに忘れてたみたいな。ほんまにしっかり編集上で忘れてたみたいな反応されて。まあ、切なーとは思うみたいな。いや、でもそう思ったらあれから1年くらい経つわけか。そうやで。そうやで。いやー、もうミキさんおられへんから。うん。ね、ラビット卒業されたから、ほら、ラビット出られへんで。ミキさんがいなくなったらこんなに。ミキさん頼りやな。いや、ほんまそうよ。ミキさん頼りやで、ああいうの出ない。まあまあ、いろいろありますから。ありますよ、ほんまに。でも、こうやって面白い話をね、うん、できてるわけなんで、これもう最高ですよ。最高ですよね、これ。めっちゃ笑わせてもらいました。ありがとうございました。じゃあ、ラスト1通も読みますか。はい、あ、これじゃあ読む、うん、ラジオネーム、稲井ダーマン、うん。ナダルさん大好きです、こんばんは。いつも素敵な動画ありがとうございます。今回提案があって お便り送付しました、うん、どうしてもよろちきチャンネルでもナダルさん御殿が見たいです。ガッツではナダルさんが長尺を嫌がってますので、ショート動画の短めの掛け合いでもいいので、西野さんやスタッフの皆さんとのトークが見たいです。よろしくお願い申し上げます、うん、なるほど。ナダル御殿やって、うん、やらんな。ああやらん、うん、もう大変あんまやりたくないですもんね。ガッツでやってるやつやろ。はいはい、できないよ、その企画パクるみたいなこと。はあ、はあはあ、ごめんなさいね。あ、まあまあね、こういうナダルさんの一面もありますんで受け止めてほしいなと思って。毎年やらなあかんねんで、俺レパートリーないねん。なるほどなるほど、うん、まあまあまあ他にもいっぱいありますけども、うん、あ、じゃあこれ、ラジオネーム駆動ムーン。ナダルさん、 TBS ラジオで AV 女優さんにネックレスをさりげなくアピールする人、こんにちは。誰がやねん。よろちきラジオ、いつも楽しく見ています。ありがとう。リスナーが全員ヤバいことで有名な眠ちきですが、そちらも楽しく拝聴しています。眠ちきのゲストは若い女優さんが多いですよね。そこで質問です。ナダルさんが本当は来てほしい女優さんは誰ですか。追伸、西野さん個人チャンネル登録者数2万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。ほんまでも、あの、俺もな、女優さんに、うん、でも正田千里さんとかは、正田千里さんとかは会ってみたいけどな、やっぱ伝説。正田千里さんのことずっと言ってんな、うん、めっちゃ好きなんやな。もう大学生動画の見てたからな、それで言う。あ、そんなにあれなんや、うん、なんかロングランしてはる人すっごいよ。え、芸人で言うとどれぐらいの人なの、その位置的に。なんかでも伝説級ちゃう。あ、うビッグスリーぐらいじゃん。え、分からへんけど、ビッグスリーぐらい。そんなだって、俺が高校生、え、いわゆる極楽とんぼさんとかに大御所、大御所ぐらいの感じ、うん、だってそんな人おれへんもん。はぁ、生きる伝説じゃん。シーラカンス、シーラカンスシーラカンスでたどる人、うん、いや、だからさんまさんとその感じちゃうから。で今でもだって女優さんって4、5年ついた長いとか言わへん、うん、だって何年続いてるよ大学、俺二十歳とかやろ。はぁ、18年。20やね。20年か。はぁ、俺は40やもん。ずーっとそういうことしてってことやんの、20年間。うん。今も健在。でもなんかインタビューとかたまに見たりするけど、腰痛いとか言うだろ。でもやっぱ大変やねん、それ、メンテナンスも全部。腰痛い。うん。お子さんもいらっしゃるしね。あぁ、インタビューとかも見てんねや、ほんで。すごい好きやん。でも引退もうそろそろされるんじゃないかな。ああ、なるほど、詳しいですね。正田千里さん会いたい。まあそうやな、そんなんで言うと。なるほどな、ちょっと皆さんチェックしてみてください、うん、まだお世話になってんの、たまにね。ほら、すごいね、なかなかの大ベテラン、うん、はい、ということで、今回終わりたいと思いますが、まあ、いよいよ大会ですね。僕が、もうこの辺の3日後かなやりますんで、ちょっとようやく終わります。いや、ほんま、はい、とにかく飯食べてほしいなと思います、ね。そうですね。かわいそうになってくるし。飯食べんとあかんわ、人間な。うん。うん、大丈夫かって言ってね、久保さんも。久保さん、父さん。なんか一人ごとで、はい、今から飯食べまーす。昨日と一緒でーす。はい、とか言って、一人で喋ってたで、とか言って。うん。あ、そうだね、一人ごとなんすよ、あれ、つって言ったけど。怖すぎるやろ、一人ごとやったら。
まあまあまあ、ちょっとしんどい部分はね出てきてもってますんで、隠してたんですけど、ずっとしんどく見せへんとこうって無理でしたね、うん、まあ頑張ります。はいはい、奈良さんも応援来てくれるということで、うん、ありがとうございます。いえいえ、もう何とかします、うん、はい、何とかします。奈良さんにとっても勝負ですからね。はい、あのワード何言うねん何言うねんってやってます。知らんで俺それで怒られても。はい、ということで、はい、またぜひチャンネルを見てくださいということで、皆さんありがとうございました。はい、今度ですね、はい、全国ツアーを開催します。ありがとうございます。ありがとうございます。4カ所ですね。4カ所、はい、福岡、愛知、愛知、東京、東京、大阪、4カ所でございます。おー、全国やね、はい、全国です、はい、最短距離でもありますね。ですね、はい、日付が6月15日土曜日が、はい、福岡公演。15日、福岡、6月15日はい、で、名古屋公演、はい、愛知ですね、が8月30日、8月30日名古屋、金曜日ですね、はい、金曜日。そして、9月28日土曜日が東京公演。9月28日が東京、はい、そして10月25日金曜日千秋楽が大阪公演。10月25日が NGK、 はい、ナンバーグランド花月で、概要欄に、詳細載せてますので、皆さん、はい、ぜひ来てください。あ、全部余りまくってます。あ、力貸してくれ。ほんまにでもこれかなり今後左右する全国ツアーになると思う。これが最後の全国ツアーになりたくないんで、ね、はい、もうもしかしたらこの全国ツアーを機に埋まらなかったということで、うん、もう全員散ることになるかもしれないので解散かけて、あのチャンネル自体が散る、やばいやもうそれぐらいの意気込みで、皆さん頼むに来てください。はい、ぜひお願いします。待ってますんでね。お願いします。